ろんなことに挑戦する東海ウォーカーの企画です。今回はなんと台湾に行ってきます。みんな見てね。無事台湾に到着したんで、はい、早速ですけども、はい、両替ですね、はい、じゃあ両替にチャレンジしてもらいます。いくら持ってきましたか？1万円持ってきました。お金が少なくなって帰ってきました。まあでも枚数は増えてるのでまあいいか。なんか地元のテレビ局の取材です。それでは名古屋最強戦士ミスター6号が今台北初見山ということで入場してまいりました。解説はスポーツディバエンターテインメント斉藤会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。実況は私ダミアン武田でお送りいたします。なんか取材陣多いですね。はい、まあ、マスコミもかなり注目をしているというのが分かりますね。ということでございまして、ここでバク転、台北のお客様大いに盛り上がっております。ラスボルティオは台湾にまでミスター6号を追っかけてこの試合をこじつけたと聞いております。台湾で日本での日頃の鬱憤を晴らすことができるのか。さあここで戦いのゴングが鳴りました。まずは観客に手拍子を求めリズムを作ろうとするミスター6号。いつも通りですね。はい、さあまず握手を求めるが届かない。これもいつも日本でやってるのと同じある嫌がらせですが、ここでストンピングで体勢を落としておいて握手させる。けど6号もだいぶ身長伸びましたからね、はい、そろそろ届くようになるんじゃないでしょうか。そうですね、あともうちょっとだと思いますね。さあまずは組んで、最初はドラスポルテオがミスター6号の腕を取ったが、うまく6号はそれを切り返す。逆に投げる。しかし台北駅でかいですね。はい、この台北駅の前の広場で行ってるっていうのは日本で例えると東京駅前、の広場でやってると同じぐらいの規模だというふうに伺っております。すごいですね。はい、なのでかなりのお客様が観戦されてるという、このドラスポルティオとミスター6号の試合でございます。さあ力比べでミスター6号ブリッジでこらえる。そしてその上から体重を乗せて潰そうとするドラスポルティオ。それをなんとかブリッジで返そうと、そしてうまくボディシザース、ヘッドシザースで返していく。サーブホイップで、そして6号が投げていく。6号ポーズ。台湾でも6号ポーズ、大きな拍手をもらっているが、台湾の人伝わってるんですかね。6っていう数字は一緒だと思うんですけども、しかしこれもちょっと調子に乗りすぎると日本と同じで後ろが見えない。調子に乗りすぎるのが6号の悪いですけどね。はい、近頃ちょっとその傾向が強い、傾向が強いですね。ハンマーパンチ、背中をぶつけていく。さあここからヘッドロックで締め上げていく。6号がロープへ振って避けておいて場外にエスケープ。
ドラスポルティオ、ロックオーの姿が見えていません。さあ、ロックオーはその間にポジションを変えますね。ドラスポルティオは見えていません。反対側の方を見ている。さあ、場外に6号はどこだと探しに行くが、いつの間にかリング上。そして拍手を要求して、これ飛びますよ。これはロープの反動をつけて、現場どうなってるんでしょうね、なんて言ってるんでしょうね。ですね、全くちょっと言葉がわからない。それ日本語訳したら聞いてみたいですね。そうですね、はい。さあ、そしてここから持ち上がって、そのままうまくこらえたドラスポルティオ、高々と持ち上げられて叩きつける。本当は2、なんとかこらえましたが、ちょっとミスター6号心配です。叩きつけられて心配。そしてそのまま持ち上げておいて、バックフリカー、腰を攻めていく。そして大きく反った状態でドラスポルティオがぐいぐいと攻め上げる。台湾の人は割と平然と見てますね。そうですね。あ、けどブーイング飛んでますよ、ブーイング飛んでますよ。台湾では一昔前の日本のプロレスの中継が流れていたりとか、そういう、プロレス文化だと伺っておりますので、今カメラアングル変わった時キャノンボーと言いましたけどね。あ、そうですか。なるほど。あそこだけ見ると日本みたいな感じ。はい。さあ、そうしてる間にもリング上ギロチンドロップを落としたドラスポルティオ。いや、結構エグい感じで入りましたよ。本当ツー、なんとか切り返す、必死で返すミスター6号。さあ、何かを狙っているミスター6号、うまくそのままコーナーが飛んだ。ドラスポルトの動きをしっかりと見ている。回る回る、そして回って回って日本以上に回っていたような気もします。人気ですね、ここ。コンディションも万全です。そしてプロレスラブポーズから、しかしこの攻撃が読まれていた。カウントに入りましたね、はい。ドラスポルティオにボディをパンチ入れられ、背中もスレッジハンマーで叩きつけられる。そしてこれはもしかして、あっと、なんか狙ってますよ、狙ってますよ。なんかコーナーポストに打ちつけておいて、あー、これはこれはなんとマスクを逆さに、これはミスター6号見えない。さあ、台湾のお客様からはボーイングが飛んでる。誰かが助けてあげないと見えません。これお客さんに言われるんですよ、本当は見えてるんでしょとかね。あー、なるほど。見えてないです、見えてないです、感じて見えてないです、はい。そしてドラスポルティオがコーナーにロックを叩きつけて、鬼畜の所業ですよ、ね、これは。これは児童虐待ではないんでしょうか。レフリー、どうにかしてないか、はい。さあ、レフリーが今、あのレフリーがレフリーやられてますよ。吉野レフリーがやられてしまってます。吉野レフリーはしかしうまい具合に取っておいて、トランスキック、吉野レフリーのキックが入った。レスラーよりうまいやん、はい。さあ、そして吉野レフリーがマスクをしっかりと方向を変え、さあ、これで視界がすっかり見えるようになったミスター6号。コーナーポストに登ってトランスキック効いてますよ、はい。フライングボディアタック、スリー入った。最後はフライングクロスボディ、ミスター6号、ドラスポルティオ、宿敵ドラスポルティオ、台北の地でも撃破しました。この試合はもう日本でのカードと、ああ、やはり日本でも変わらず、日本と変わらず台北でも悪態をついて退場していくドラスポルティオ。ミスター6号がドラスポルティオを破った一戦でございました。
台湾の夜の街といえばグルメ。はい。よし、エビだろうがサソリだろうがかかってこいや。臭みの強い豆腐、今回これメインのチャレンジなんで頑張ってください。はい。中豆腐かかってこいや。中豆腐が来ました。徳川さん、まだ食べてませんけど結構ガッツリいってます。